こんにちは、金黒です。オズムポケットの ND フィルターを2枚重ねしてみました。昨日、DJI オズムポケット用のサードパーティー製の ND フィルターのご紹介しましたが、私は ND32 まで持ってるので、あともう少し機器が欲しいなと思って追加で ND64 も注文しました。ただ届くまでもう少し日にちがあるので、よくよく考えたらこの ND フィルター、こちらですね、これ裏面見るとマグネットになっているので、ここに重ねてくっつけることできないかなと思ってちょっとやってみたら、こんな感じで2枚重ねできました。2枚重ねすると1枚でも外れやすいのがさらに外れやすくなります。まあ、外れやすくはなりますが、フィルターの効きは結構出ると思います。私が今持っている ND32 と ND16 の2枚重ねで撮影してみたサンプル映像がこちらです。冬の16時ぐらいの撮影なんですけど、さすがにフィルター2枚重ねはそれなりに効果出てると思います。今度は先ほどの映像を静止画にして比べてみましょう。実際の見た目としてはフィルター2枚重ねの方が近い色味になっています。空とか地面とかの色が冬の夕暮れらしい感じが出ています。ただフィルター2枚重ねすると外周部分の周辺の光量が不足していて、少し薄暗い感じになったトイカメラで撮ったような映像になっています。味わいがあるといえば味わいがある映像だと思います。フィルターなしの映像を拡大すると、木の枝の光の当たった部分の色合いが少し乏しい感じがするのと、下の方の建物の白い部分がちょっとべちゃっとした感じで立体感がなくなったような映像になっています。やはり光がよく当たったシーンでは ND フィルターはあった方がいいと思います。逆光のシーンだと ND フィルター2枚重ねは完全に黒つぶれしているところが多く、周辺の光量も不足しています。結論としては、準光のシーンでは ND フィルターの数値の大きいものを選んで、逆光のシーンでは数値の小さいものを選んだ方がいいと思いました。またこのフィルターをつけた状態でポケットに入れて持ち運んでたんですけど、簡単にもうフィルターが取れてて、一瞬オズムポケット取り出した時フィルターがなくなっててびっくりしましたが、ポケット探ったら出てきてよかったです。結構これ落としやすいと思いますので、私が買ったサードパーティー製のものは赤色ですから、万一落とした時でも探しやすいのもこの赤で良かったなというふうに思いました。今回は DJI オズモポケットのサードパーティー製の ND フィルターを2枚重ねしてみたっていう内容の動画でした。また DJI オズモポケットのいろんな使い方レビューしていきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。